さっき一つ目のグッズはですね、カーディガンということでカーディガンを作って、もう一つ、ブランケットを作りたいと思います。そうですね、女子はですね冷え性だと思います。授業中、あ膝寒いなと思ってたりするといけないんで、また園長、園長学園長平田学園長はですね、膝構造を守るということでブランケットを作ろうと思います。そうですね、ここにちょうど書いてるって、もう2線全部縦を2センチぐらい長いと、じゃあ少し人回りぐらい大きくしましょうか。はい、そうですね、肩にかける肩にかけるときも安心なさい。はい、はい、まずブランケットはピンクにして刺繍をコンにするっていうのも面白いかな。あ、じゃあ、うん、そうしましょうかね。じゃあこれバッグになる色って何なんですか、どうなんですかね。バッグはですね、決まりのトートバッグに入れるんですよね。はい、はい、はい、交渉と交渉サイズと1、はい、これ斜めですね。座ると、あ、斜めありですね。これで、はい、じゃあこのサイズでいきます。はい、このサイズです。次はバッグにプリントする色と位置と大きさを決めたいんですけど、はい、ああ究極でも学園のカバンっていうインパクトはこっちのサイズの方が合ってるんですね。うわー、これ一番悩むな。小さいのが可愛い、小さいの可愛いですよね。そうですね、これジャストな気がするな、うん、こっちでいこう。あまり大きすぎず、でも主張するとこは主張する。あと色ですよね、この文字の色を、はい、プリントの色をどうするかなんですけど、まあ、僕が好き放題やる、何も皆さんのことを考えないんなら僕はゴールドで攻めたいぐらいなんですけど、まあ、ゴールドだとちょっと気なりに同化しちゃうので、 ですよね。もしできる可能であれば一度ゴールドのサンプルと、このかわいい、じゃあかわいいんですか、うん、そうですね、どっちがいいですか。コンにしますコンにしますか。じゃあコンとゴールド両方出して、はい、どっちになるかは当日の楽しみということで、はい、どっちになるかは本当楽しみですね。残りラストグッズですね、ステッカーを作りたいと思います。今回ですね、交渉をデザインしてもらったんですけど、さっきあった8個全部可愛くて本当は全部使いたいと思ったので、その残りの交渉をステッカーにして、それプラス僕の顔も入る予定で、あと校則、僕らしい校則を決めて、それをステッカーにしたいと思います。笑顔、平田学園にいる人はみんな一日一回は笑ってくださいという願いを込めて、その言葉を校則にしたいと思います。いい声 OK、 はい、いい声なら自由にしてくださいということですね。親孝行、親をですね大事にというか、ちゃんと好きになってコミュニケーションを取ってほしいという願いを込めて、この親孝行です。嘘禁止、偽らずにいてほしいという願いを込めて、嘘禁止、笑いたい時に笑って、泣きたい時に泣いてということで、はい、平田学園高校のオフィシャルグッズがですね3つ決まりました。カーディガン、ブランケット、ステッカーとですね、いろいろ考えを出し合って、作りました。これからどんどん仕上がっていくのが楽しみです。皆さんぜひぜひお楽しみにしててください。よろしくお願いします。平田学園でした。